皆さん、そしてヤングファミの皆さん、どうもこんばんは。いつもご機嫌な番組「ヤマザレイジのヤングファミ」の時間がやってまいりました。はい、今日はね、まず声張りすぎ。何？今日ちょっとワクワクしてる。何ですか？何ですか？今日はまず訂正から、訂正謝罪からレイさんの方からまず謝罪会見から始める。今日のゲストの立川さんの部署肩書きが最初聞いた時は漫画版の編集長だ。もう俺漫画版の編集長連れて行くから。そう。ぐらいの気持ちで。でも俺まんまとそれでもう宣伝部も書き。俺の頭の中にはもう立川さんが漫画版の編集長って思い込んでましたね。今日朝高橋君から連絡来て。立川さんは漫画版の編集長じゃございませんと。マジかよ、始末書文だろ、会社員なら本当の編集長にめちゃめちゃ申し訳ないじゃんって思って、そうそうそう、やばいよ、すっげえハラスメントしちゃったんで申し訳ございませんということで、ただ相当偉い方なんですよね、そう立川さん。そうなんだよ、牛耳ってますから。牛耳って小学館を長いこと牛耳ってる男が後から出てる。編集長を束ねし者。そうそう、編集長の編集長、編集王じゃん。そう、編集王じゃん。すごい、うまいこと言ったみたいに言うなよ、なんとなく言うなよ、なんとなく言うなよ。ということで、今日はシカーダ2巻発売記念。今日なんと2巻が、ちょっと待って、今の流れで俺が間違っただけだみたいになってんじゃん。いや俺も何にも悪くないもん。違う違う、そうあったけど、立川さんのおかげで本当に漫画版の編集長が来てくれてますと。それ言っちゃっていいんですか？そんなに引っ張ることか、これ。そもそも来ることになってたし。そうなんですよ、立川さんと一緒に来てくれたんで。立川さんを漫画版の編集だと思ってたけど、それ間違って、そのおかげかどうかわかんないですけど、本物の漫画版の編集長も来てくれてますので、こちらもちょっとね、夕方の4時に言われたらしい。大丈夫ですか？そんなに偉いんだ。確かフィクサー、フィクサー、フィクサー、番組来いよみたいな、フィクサー、言う来ちゃえばいいじゃんって言われたって。なるほどね。そうそう、それちょっとこの後ね、シカーダの話の後、もうスピリッツ編集部全員来いよって。そんなハラスメント的な、まあまあほぼそれと匹敵するぐらいの今日のメンツで、とりあえずお久しぶりです。お久しぶりです。シカーダ担当の高橋君、よろしくお願いします。スピリッツ副編集長の熊谷さんです。よろしくお願いします。この番組はもう何度もお世話になっております。そう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 。2巻がついに発売されまして、どうですか？今日漠然とした玉、ありがとうございます。さっき発売になったばっかり。もう読みましたか？まだどうでしょう。まだあれな人はなんかちょっと先週いきなりすげえ面白かったというコメントが、ありがとう。先週いきなりレイさんが爆弾発言しまして、これシカーダなんと10冊買った方にはシカーダの生のネームを、原作がレイさんだからそれをバナイ君に見せるわけじゃないですか、ネームを。そのネームを色付きでプレゼントするとかって言ってるんですよ。あ、かっこ色付きは全部つけないよ。あ、全部自分の好きなとこだけ色付け。ちょっと色付けてみたらどうかなと思ってつけただけや。お前ふざけんなよ、全部つけられるわけねえじゃねえかよ、そんなもん。でもまあネームプレゼントしますよ。いいんですかこれ、編集部的に。もう別に原稿はバナイさんのだから、ネームは原稿書いちゃえば別にいらないかなって。文化財的な、そういうのって小学館管理するとかじゃないんですか、出版元が。ネームは違いますね。原稿は管理する。原稿も一旦預かって、印刷し終わったら返す。あ、そうなんだ。なんかそういう書庫みたいなのアーカイブされてるのと思ってました。まあでも原稿自体は漫画家さんのものなので、本を作るのにお借りしてるっていう感じですね。じゃあもうネームでも何でもバンバンもうやっちゃってやっちゃってみたいな感じなんですか？まあいらないなら。それ雑な言い方じゃない。頑張って書いてんだよ。頑張って書いてんだから、俺でどうそのプレゼントしようっていうね。シカーダ以外も。そうそう、シカーダだからそんな数ないから、もしそれを超えた場合はね、だんだん過去のものになってきます。そう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 。いやー、つわものが現れれば。割とあれですよね。消した後とかって直したんだなっていうのちょっと面白いですよね。あとね、その漢字を知らねえなっていうのがバレる。あとこんなにこいつデッサンないんだ、デッサンにくれんだっていう、いろいろバレますけども、関係ねえ、関係ない。ということで、10冊買った方にはなんともうレイさんの直筆のネーム1話分、もうコピーじゃないですもんね。そう、実はそうだ。そのあれが切れたら別の作品も。そうそうそう。はあ。スーパースーパーブルーハーツ、まあリクエストしてくれれば探しますよ。マジですか。うん。なんかあるだろう。ゴールドパンダー欲しいです。ゴールドパンダー探しますよ。なんでやねん。かよ名前自殺。お前。そうや。そう。そういうのやろうかなと思って。まあいろいろやろうって。今日だから漫画やばいっすよ。漫画産業やばいっすよ。漫画文化やばいっすよ。みたいな話から、でもそのできることもあるだろうと。っていう話を中心にやりたいです。あと漫画ってそもそもここがいいんだよっていう。もうアニメでいいんじゃねみたいなね言われ方とかね、ラノベでいいんじゃねみたいな言われ方とかね、いろいろあるけど、いやちょっと待てと、漫画はここがいいんだよっていう話を、まあ話したいっていうのと、はあそうっすよ、やろうかなと。あと例の J 問題、 J 問題、 J 問題今週話題だった、話題沸騰の J 問題、先週からか、嬉しそうだな。いつもジャンプのこと J って言うんで、そんなタブーなんですか。少年 J について、あんまりディスれないでしょ、だってお隣さんだし。ね、そうそうそう、あっちも頑張ってらっしゃいました。あんまりね、喧嘩したくないし、そうそう、仲良くしたいし。J って言えば許される。いやいや、親しみを込めて J と言っております。まあその話に行く前にやっぱりちょっとシカーダの話2巻出たんで、ちょっとまあ僕素人目でやっぱりこう読ませていただいてて思うのが、1巻まあ特に序盤の方から比べると絵がどんどん洗練されてきてるなっていうのがすごい2巻読んで分かって、そのなんていうのかな、やっぱキャラクターにどんどんその魂っていうのが、まあそういうのがまあこもってきてるなっていうのがまた正直なところなんですけど、それってやっぱ編集しながらそのなんかこう変わってきたみたいな感じるところあるんですか。それはでも毎回っていうか1話ずつ読むごとにやっぱりなんか魂入ってるなと思いますよね。突き返すこともあるんですか。これはもう全然ダメじゃない。そんなひどいことしないですよ。そんなしないみたいな。そんなイメージ。そんなイメージ。編集者の。見たことない、そんな編集者。原稿破った編集者見たことない。後で立川さんに聞いてみよう。そう、そんな編集者いるのか。目の前でライター。そうそうそう、そういうさ、なんか編集音に出てきそうな話ってさ、あんまり聞いたことない。そう、もうそういう島本さんの漫画とかにいそうだけど、まあ聞いたことないね。いないよね。そんな人ね。意外と硬いですね。そういう。そういう問題じゃない。物理的にそういう問題で。なんかあとまあこれはネタバレっていうかもう書いてるんですけど、この帯のとこにまあちびまる子ちゃん、吠えろペン、バビル2世、もういろんなジャンルのがバランスよく入ってて、これやっぱりその同じようなネタは続かないようにみたいな感じなんですかね。料理漫画出したら次はだから味1問目出したらミスター味子来週みたいなことには絶対しないみたいなあるんですよね。それはあるよな。分かってる。ちょっと待って。何それ。何の自己完結だよ。そうそうそう。そうなんですよね。まあちょっと知らない方のために説明しますと、このシカーダってまあ一巻読んだことない人いると思うんですけど、これまあ近未来作品です。150年後の未来の世界です。日本です。でどうなってるかっていうと、漫画を持ってるだけで犯罪、ドラッグのような扱いをされてると。だからこの漫画を読むために漫画が裏で流通していると。でそれでその漫画そんなに危険なのか、そんなやばいものなのかって言いつつ物語は進むんだけど、そこで出てくるまあ一度も愛されたことのない男の子レム君っていう。でまあこのまま童貞のまま死ぬんだろうなという。でこいつの仕事っていうのは漫画粉書館、要するに漫画を取り締まる側で見つけては焼くっていう仕事をしてる。で初めて読んじゃうんで自分で漫画悪くないじゃんって思って、それが最初がうるせえやつらでこれが一巻出てきます。そこで彼が出会った同じうるせえやつらを知っているこの世界で少女がこのロルカちゃんですね。でロルカちゃんと2人が出会って物語がスタートすると。そして後で分かってくるのがロルカがシカーダという謎の何かだったなんでしょうねっていう話ですね。でそのシカまあね大体まあ書いちゃってますけども、詳しいですね。うるせえよめっちゃ考えたんだよいろいろとめっちゃ考えたんだよ。でまあその高橋君が無理やり俺がロルカねなんかその特殊能力やっぱつけようぜ、マーベル超えようぜとかいろいろガーディアンズ・オブ・ギャラクシーやろうぜとかいろいろなネタごとを言ってたら、普通の魔法とか武器とかじゃつまんねえなっつったら、山田さん漫画はどうですかと、漫画を武器にしろとこれで戦えとみたいな話から、ちょっと詳しいですよねお前のなんだその無茶ぶりはみたいな、そんな打ち合わせからちょっとそのボール投げられたんで本気で受けて、ちょっと待てよと。漫画が武器になるとしたらどういうふうな感じになるのかっていうことを徹底的に考えて作った漫画がこれです。なので武器として漫画が出てくるのでバビル2世のしもべたちが表紙にいるわけですね。これはだから主人公のシカーダの能力で漫画っていうものが現実として現れてくるという150年後の話っていうね。ちょっとだから面白いのが150年後だから、今みんなが知っている漫画っていうのを150年後の人は全く知らないでいきなり見たらどういう感想を持つかっていう。っていうこの間だとケロロ軍曹が分かるやつは、結構レベル高いよねみたいなみたいな話になると。だからその中でケロロってカエルじゃないんですかみたいな。まだ分かってないねみたいなことが未来で言われてるっていうの面白さみたいな、そこから見えてくる今の漫画の価値って何かっていうでつながってくるわけね。そもそも漫画っていうものが今文化として衰退期に入ってるって言われてるんだけど、そもそも漫画ってそんなに価値のないものだったの、消えていいものなのっていうことが裏のテーマとして大きく入ってるっていう、それがSF ラブストーリーの中の背後にあるものとして書かれてるんで、実は文化論でもあるね。2巻のやっぱり一つ、もうこれだけちょっと言わせていただきますけど、ハイライトの一つとしてやっぱりホエロペ、ああ島本先生出てきますね。これ噂に聞くところによるとネームを書き直されたっていう。島本先生自ら書き直さねえわけねえべ。その辺もちょっと男が裏話みたいなちょっと聞かせてください。ホエロペンを使わせてくださいという時に毎回先生が山田さんの書いたネームと、どんな作家にもレイさんのネームを持っている、こんな感じで使わせてくださいというのを皆さん渡してるんですけど、使うのは全然大丈夫だよってすぐ先生から言ってもらったんですけれども。なんかそのファックスにこう書いてあって、担当者の方からファックスなの。担当者の方がファックスで送ってファックスで書いてきて、なんか先生がこう書き直しちゃってさって言われて書き直すけどいいとかもなくもう書き直したやつが来たの。後日バナイ先生と2人で島本先生とお話す機会があって、あ、そうなんですか。島本先生に開口一番「ごめんね」って言われてバナイ先生が謝られてました書き直しちゃってごめんって言ってました。そういうとこ優しいですね。そうですね。レイさんはどう思ったんですか。嬉しいじゃん。おー、コラボじゃん。おお、だからもう島本魂が入ってるわけ。そういうのいいよねって思ってるんで、そうなるべく絡んでいきたいなって。こいつ全然ここに。島本先生お待ちしております。俺が北海道行くっつってんじゃん。まあいいですけどね。それくらい好きだっつみたい。今言っちゃったからどれくらい好きだっつってんですよ。今後ね、ネーム渡す人みんな書き直してくるかもしれない。でもこれは俺が150年後も残っているだろうと思った漫画が出てくるわけだから。あなたの漫画は歴史に残るんですよっていう宣言だから俺からの。もう表彰状ですよこれ。ああ、なるほどね。殿堂入りですから。山田賞。勝手に山田賞を送ってるから。したら断る理由ねえじゃんそれはちょっとさ褒めてんだからって話じゃん、っていうことだよね。じゃあちょっと最後にこれもう本誌ではどんどん先に進んでるわけじゃないですか。今後この人出るよみたいなまだ言ってないなんかあります？あれ、何がある？せっかくね公式なの。ああ、そっか。ああ、その人の漫画出るよみたいな。そんなにごめん。言えない。先に言っちゃうとちょっと面白くなくなっちゃうかな。わかりました。ただまあ度肝を抜く人が出てきます。度肝を抜く人がありって言いながら言ってる。でも何回も出てくるのは 1500% ね。 1500% 出てくるんですか。 1500% もよく出さなきゃダメだよねって話になるわけだから、バランスの話。僕が好きだから出して世代だからってことだからJじゃん。つい殿堂入り的な感じだと手塚からの時はそれによるんだよ。レジェンド級になってくるから、いやそうじゃねえだろうと。150年経ったら今のポップカルチャー全部が同じ土俵に上がってるはずだと。そうなった時に今一番批判されてるようなエロで低俗だとか言われたりとかするんでしょ。 J の方では知らないですけどそんなねものだってね、俺たちだって春画展だってさ、すげえ盛り上がったわけじゃん去年。あれアートだっつって大変な価値があるみたいな言われてんだけど、当時はあれですよ、エロ本ですよ。だからそれだって今だね、今揉めてるね、J のなんとかだって分かんないじゃないですか、後のね文化遺産になるかもしれないみたいな目線は忘れないようにしたいよねって言って、今そのなんとかな権威がある漫画ばかりを持ち上げてるようでは、漫画のこと分かってるって言えるんですかっていう問いがやっぱ常にあるっていうね。わかりました。そうです。じゃあもう今後もこうご期待ということで、志川田2巻発売中ですので、ぜひぜひ。つうかね、この漫画ね一個言わして、いやすげえんだよ、なんかすげえことが起こんだよやっぱり。あのね、それ自分で書いてますから超面白いんだよこれで。超面白いのは分かってんだけど、超面白いこと考えたんだけどどうってまあ振るわけじゃん。打ち合わせしてサインさえ徹底的にで、いやそこはちょっとみたいな、もう何回もひっくり返して、で最終的な落としどころで、でまあ1ヶ月かけて1本のネーム作って、悪いわけねえんだよこれが。ほんでその時にもうちょっと泣きそうぐらいのところまで行ってるネームをバナイ君に投げると、バナイ君さらに泣きそうにしていくんだよ。あーバナイ君ネームで感動したらその感動を絵に落とし込もうとして全力だから、非常にパワフルになってる。だからなるほどね。だからすごい2割も3割も増した。そうだから俺だったら恥ずかしくて書かないぐらいの演出になってる。でもそれは面白いなと思って、だから俺のネームを彼はこう受け止めてこう演出するぐらい感動してくれたんだなっていう。だからこのセリフは俺だと恥ずかしくてちょっと抑えめに演出するようなことまでガーンと前に出すんだよ。これはちょっとした体験でちょっと面白いねこれね。じゃあますますレイジさんのそのネームがね10冊買った方にはもうちょっと面白いと思います。だから俺が何を照れてるかがバレてしまう。ああその俺の照れをバナイ君が外して書いてんだよ。だからもう全力だよね、もう本当に。だからなんだろうな、分かりづらいっていうことがないっていうか、直球でバーンってぶつかって、ここがいいセリフですみたいな。そうこれそうそれやっぱ見たいもんな。だからやっぱ一回ちょっと公開してから現物を上げるっていう形にしませんか。なんすかあネーム、あいいよいいよ、そんなその違いとか言われたらさ、やっぱみんな読みたいよね。あじゃあいいよそれでも。あじゃあプレゼントする前に、そうプレゼントする前に公開してもいいよ。全然いいよそんなもん。俺の感じがひどいのもそれはレイザーを身を切るようなあれですけど、公開するってなると勢い余って漢字どうでもよくなってる。梵編が三髄になるってだいぶ違うんですよ。大丈夫読めるみたいな、そういう感じになってますけど。ということで、じゃあその方向で進めていかせてください。志川田2巻発売中です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまあその J 問題もそうですし、その漫画のことについて今日はとことん話したいと。しかも作家側と編集側からということをもテーマにして今日ニコニコ公式。あとね面白いのが、雑誌からウェブっていう大きな転換点の流れがね、キーパーソン来てます今日本当に。だからその辺の話まさに立ち上げた人が来ちゃってる。なんでオリジネーターが一番聞いてて面白い話になるじゃない、公式っぽくていいなということでお呼びしましょう。すいませんお待たせしました。漫画1の編集長石橋さんと小学館の編集長の編集王達川さんこちらお越しください、どうぞ。石橋編集長と取らなくていいよ。拍手ありがとうございます。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 どうもこんにちは、ありがとうございます。4時に言われていきなりすみません。非常に申し訳ありませんでした。突然の本当に本当に。改めて石橋さんですね。はい。漫画1の編集です。もう僕も毎日漫画1ずっと。スーツじゃないだからスーツ野郎だから。自分が言い出したよスーツ野郎。そういう意味ではないんだって話ですよ。さらにそのもうボス中のボス、ラスボス将軍。中央のおなりとか入ってます。全然違いますよ編集長と。単なるまあ管理職って言うんですかね。編集長ってのは課長なので。あ、そうなんですか。部長なので。そう当然部下になりますので。あ、そうなんですか。紙の雑誌でいうとまあ発行人みたいなことになるのかもしれないけど、まあアプリですからね漫画は。はい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 。だからなんだろうね。なんだよくわかんない。まあでも課長と部長ってことだよね。課長と部長。じゃあもう今日いきなりそういうお前ちょっと来いよみたいな感じ。そうですね。申し訳ないです。編集魔王になっちゃっても。編集魔王面白いな。ということで、今日は本当に立川さんはね、スピリッツのね、いわゆる超黄金期を支えてますね。実は現場で。だからメゾン一国のね、あの頃いましたよね。メゾンの頃にいた。メゾンの頃はいました。いましたよね。うん、で東京ラブストーリーやってますよ、ね。東京ラブストーリーは僕の次の編集です、ね。編集ですか。俺じゃない。あのスピリッツの最初にスピリッツいた頃って誰の編集担当やってたんですか。俺が一番最初はいろいろやらせていただきましたけど、まあロクダードールさんとか。あ、F ですか。うん、 F は1号 F の前の前の、はい、だから常にかすってるね、考えてるんでね。東京ラブストーリーの前の作品。東京ラブストーリーの前に F の前の作品何やってたんですか。何回か同級生になってましたね。同級生だってドラマ化して大当たりしてるじゃないですか。はいはい。東京ラブストーリーほどじゃないよね。まあでもそういうものが出るかなっていう。サイモンさんが広金さんと出会った頃の話ですか、それって。同級生。それはもう全然違いますね。もっと後ですか。あれはどっちかというと俺の話を書いてもらったみたいな。そうなんですか。そう。モデルってことですか。いや、モデルってわけじゃないですけど、一応自分がちょっと当時いろいろ困ってたことを漫画で解決してほしい。それって恋愛で困ってた話をサイモンさんに振ってたんです。まあ一応神様ってまだ言われる前でしたけど、なんとなく神様っぽかったんで、いや、いろいろこう相談してみてもいいかもしれない。すごかったんだよ。風民って呼ばれてたから。ユーミン風民って言われてたんだから。そうなんすか。そう、アンアン出てたんだから。アンアンで恋愛語ってたんだから。へえ。それが広金さんと結婚するんだから。公私混同疑惑って書いてあったよね。まあ大体編集の仕事だったら公私混同だよね。ああ、いやでもちゃんと責任取るからすごいじゃないですか。いや責任取ってる。あ、皆さん、いやでも面白い。これは有名な話ですけど、奥さんは石坂圭さんで、まあ漫画家さんと編集者が結婚するってことはよくあるんですけど、割と立川さん有名で。立川さんの奥さん。そうだよ、石坂さん。そうそうそう。それを言っちゃいますか。当時だから、そう、なんていうの、青年誌に女性漫画家が流入してきた時期なんだよ。はい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 。あれが80年ぐらいですよね。有名な公私混同とか。有名な。こんなに有名ですよ。有名ですよ。今日立川さんニコ生初めてなんで。本当に一時反応するという。そうそうそう。こうやって対応できる人なんだ。なんか古い人みたいに言われてる。そうです。そうですよね。いやでもちなみに彼女はでも担当はしてないですけどね。一回もないんですか。仕事してたら多分しなかったと思いますね。結婚はね。一回もないですよ。あれってやっぱり担当作家には手出すなみたいな、みんなブレーキ踏むんですか、一応。いやいやいや、そういう雰囲気にならないんだよね、なんか。いやいや、だってね、結婚する人多いんだよ。そうやっぱりね、夜中に呼び出されたりしてるうちに。ああ、でも俺はでも仕事一緒にしちゃうと、もうそういう雰囲気にはならなくなっちゃうね。なんつったらいいですかね、こう、なんか身も蓋もない話をするじゃないですか、打ち合わせって基本的に。はいはい。します。だから自分の話でなんかネタになりそうなことを言う時もあるし、先生からそれを聞く時もあるけど、でもうかなりしょうもないケツの穴を晒すみたいな話をしてるので、どこまでネタを出せるか、それでどうやって恋愛になるんだっていう感じだよね。だからね、それをサイモンさんが拾って、そうするとなんかサイモンさんにケツの穴見せてみたいで、大変失礼な物言いなんですけど、それが同級生になってった。でもまあそうですね。だから面白い仕事をさせてもらったと思ってますけど、いやだから別にそのサイモンさんがもし独身であったとしても、まあそういう雰囲気にはならないですよね。もちろん相手は絶対ならないでしょうし。そうですか。仕事をしてたらちょっと難しいかなって。くまちゃんやばかったことないのとか聞いてしてます。何のバッチリがないですよ。だって女性参加結構ね。いや担当はしてますけど。担当してるけど、そういう感じじゃないですよね。そういや。早く原稿わかんねえかな、早く帰りたいみたいな感じあるじゃないですか。ずっと一緒にいたいとかとはちょっと違います。まあそうだよね。立川さんの言ったことはよくわかりますよ。一緒に仕事しちゃうと、そうあんまり恋愛とかにはならない。ならないですよね。逆に漫画家さんでさ、あんまりないけど、でもたまに美しい女性担当とか来たらどうだろう。はい、島本先生のね。どんどん本題から外れてるような気がするんだけど、何が本題なのかちょっと面白いと思ってる人が結構いると思うね。はい。いや、ちょっとかなりくだらない方に行ってるんで、ちょっと後でちょっとマガワンでフォローしてもらえないと。僕も初めての話が結構。いやだから立川さんがどういう人かっていうのをやっぱ一応最初分かってもらいたいなと思って。でしかも俺はまあこれまあおだってるわけではないけど、漫画編集っていろんな人いて、俺は本当は漫画やりたかなかったんだよなっていう人もたまには混ざってて、で一旦はやるけど、いずれは漫画編集から離れたいって思ってる人もいるのよ、中には。演歌歌手になりたいって人いたもんね。本当は歌手になりたいって言ってる人が有名な人がいましたけど、でそんな中でだからいろんな担当が変わっていくうちに本気で漫画好きだなっていう人って分かるんだよ。この2人はやっぱすごい漫画が本当に好きだなっていうのが分かって、立川さんは本当漫画好きですよね。そうですね、好きですね。ですよね。立川さんの人生を変えた漫画って何なんですか？そういうふうに、まあ、よく聞かれるんですけど、変えたなこの漫画って言ってパッと上がる漫画ってないんだよね、別にね。あ、そうなんですか。子供の時これ読んだからみたいな、そういうの。いや、子供の時はむしろあんまり読んでなかった記憶もあるので。へー。そこら辺がなんかさ、もうちょっとねスパッとこうかっこいいことが言えるといいんですけど。編集担当してて一番苦労したのって何ですか？一番苦労したことですか。あんま苦労したっていう自覚がないっていうのは、いやもちろんそれなりに大変なことはありましたけどね。まあでも結構好きな仕事をやらせてもらってるっていうのがあるから、そんなにないですね、やっぱそれもね。なんかもうじゃあすごいいいですね。いや、いいですねっていうか、いや、言いづらい話は限定でやろうぜ。掘っていこうって。石橋さんはエニックスにいたんですね。そうですね、もともとエニックスガンガンで、だから漫画やりたくってガンガンに行ったんですか、最初。まあ正確にはヤングガンガンだったんですけども、僕は就職活動何も考えてなくてですね、自分が何が好きかなって思ったら、漫画だけはずっと読んできてたんで、じゃあ漫画編集者になろうかなと思って、その頃はもう大手出版社とかの面接が全部終わっててですね、でエニックスだけ募集してて。それを応募したってだけですね。なんかあそこはもともとゲームの会社じゃないですか。そうですね。それだからそのコミックスじゃ漫画部門やるから。そうですね。当時他社の話とこんなにしていいのか分からないんですけども、漫画部門とゲーム部門のそういうふうに部門別採用してたので、僕は一応漫画部門を第一希望で一応通ってエニックスに入ったって感じです。まさかエニックスの話をするとは。誰の担当やってたんですか？僕ですか。でも僕わりかし新人作家が多くてですね、これも他社の作家さんの話を考慮していいのかわかんないんですけど、ディスなければいいじゃないですか。モーニング誰だっけ？中村光先生とか、あとサンデーでも一緒にやったんですけど、牧野大高忍先生とか。はいはい。牧野先生。そうですね。一緒にやらせていただきました。で小学科に来て一回最初サンデーに行って。そうですね。それもあれですか、野望があってウェブのことをなんかやろうかなみたいなのがあったんですか？もちろんウェブで、漫画やりたいなっていうのももちろんあったんですけど、正直「週刊少年誌」っていうのに憧れもあったんで、1回ぐらいちょっとやってみたいなってのがあって、まずサンデーに行ったってのがありますね。それって自分で中途で。そうですね。俺を雇ってくれっていう。そうですね。すげえかっこいい。生々しい。なんかもう。へえ。面接官は立川さんだった。いやいやいや。違う。俺面接したらね、いたかどうかわかんないですよ、仕事。怖っ。あれ面接って態度悪そうだもんだって。あれって最終的には個人の好き嫌いで決まるんですかね。こいつと働きたいなって。でも人間ですからね、そういうところはあるかもしれないね。これちょっと聞きたいですね。編集者になるにはどういう就活の話になってきました、ね。そういう人もいっぱい見てると思う。編集者もでもまあ漫画の編集者と普通の一般紙のね、雑誌、いわゆる雑誌記者っぽい編集者とじゃまた微妙に違うでしょうしね。ああはいはいはい。まあ俺は漫画の編集しかやったことないんで、まあ漫画の編集のことしか言えないですけどね。どういうのが見てるかね。やってみないとわからないですよね。僕最初漫画じゃないですからね。小学3年生で学年1ですから。そう考えるとなんで今ここにいるのか割と不思議ですけどね。なんかやってるとっていうかね。学年誌って割と漫画多いんですよ。まあ今小学1年生とかしか残ってないですけど。なんでやってるとなんかやっぱ漫画のページ楽しいなっていうのがあって、記事のページ作るの結構きついんで自分で取材したとかしなきゃいけないんで、なんか山田さんとかに「こういうの面白くないですか?」って適当に言うとネームが上がってくるっていう、ちょっと待って非常にありがたい。ちょっと待ってまあね、そうですよね。思ったことを言う簡単なお仕事、そうだけどね。石橋さんは漫画1、まずそのサンデーで編集者をやっててですね、でまあある日、まあもともとウェブコミックを読むのがこう紙の本を漫画を読むのはどちらかと仕事になってたんですけども、なんかウェブコミックで当時流行っててウェブコミックランキングとかあとニート社さんですとか、ああいうところで連載してる、ある意味素人ってわけじゃないんですけどもアマチュアの作家さんの漫画を読むのが趣味っていうところがあって、でまあもちろんその過去にもそのワーキングって高津海人さんとか4コマ作家さんとかをデビューさせたこともあったんですけども、まあウェブコミックでやってるやっぱりその作家さんにすごい人が結構いっぱいいて、でやっぱりワンさんってのファンだったんですね。ワン君うちの番組に出てくれてるんですけど、あいつが確かガラケーでカシャって写真撮ってはウェブに上げていた、あれを読んでたんですか？太陽マンはね、なら見てないんですけども、ワンパンマンの初期からは読んでました。でそれはあんま仕事にしようと思ってなくて純粋にエンタメとして楽しんでたんですけど、面白いという。でもこれよく考えたらって商業誌にも実はまあ楽しみになってる自分があって。いつの間にかワンさんの更新がすごいなんか心待ちにしてる自分が、ワンさんがなんか就職をしてしばらく更新がなくなってる間はもう楽しみがなくなっちゃって、そうなんだ、すごい。でまあ僕もちょっと仕事が少し人段落した段階でだったら他にも有名なねだるめさんとかもそうなんですけども、はるはるさんとかそことかもそうなんですけども、そういう有名な全員ここに座ってますよ。そうですよね。まあ彼らを一体集めて1個のこのサイトを作ったらものすごい人も来るし、あとよく考えたら自分の会社で原稿料を払えば自分の彼らの漫画続き読めるし。おお。公私混同。これが正しいでしょ。いやそれは本当自分が呼びたいから。そうなんですよ。だからもうお金出すから漫画描いてくださいって感じだったんですよね。ああ、なんで楽しい。読みたくて。なるほどね。そうか。ということでこの人がワン君を引っ張ったんですよ。この人がだからモブ最高。そうですね。生み出立ち上げた。柴橋さんが立ち上げた。すごくない。モブ最高はね、うちの番組相当特集しました。これやばい、この漫画やばいっつって当時平だったんですけども、モブサイクのネームが送られてきた瞬間に何の権限もないんですけど連載 OK ですって電話しました。かっけーあれってルックがもう本当になんつうかな、商業誌レベルじゃないじゃないですか、ルックが絵のレベルが。でも面白いっていう。それを OK 出すっていう。商業誌レベルっていうか、まあ僕はワンさんのファンなので、ワンさんの漫画ですから、まずネームが送る前から僕連載 OK だったんですけど。そうか、もう信者だったんだ。そうですね、信者でしたね、はっきり言って。今でもまあ。じゃあ逆にめちゃめちゃ書き込んだ原稿を載せまくってる雑誌も多いじゃないですか。ああいうのはどう見てたんですか？やっぱこれなんかお金の話とかになっちゃうんですけど、コスパっていうかですね、コスパの問題、まあ僕の当時のまあ説得であんまり高い原稿料とかだと上の企画取らないじゃないですか。だからあんまりアシスタントさんとかをたくさんやってて、なるほど、すごい作家されてもそれだけの作家さんの生活守れるほどの原稿料を会社から引き出す自信がなかったので、もう絵はいいですと、もう面白ければいいですみたいな。うわ、もうそれでこう逆にね、だるめさんなんかは本当にすごい書いて、あいつ一人でも書いてますから。そうなんですよね。早いですし、やめろっつってもやりますから、やってますからね。まあそういう事情もあって、まあ。逆に言えば、まあ、絵じゃないと僕は当時思ってたので、やっぱニート社で載ってるいろんな漫画家さんが好きだったので、まあ内容だと一つの流れ、そうですね、いわゆるインディーズを引き上げたんですよ。インディーズをメジャーに引き上げたっていうですね。僕ら普段ネームで漫画読むの慣れてるんで、あんまりその完成原稿じゃなくて、まあ、ネームの段階で見てるので、実は絵の書き込みとかそこまで気にならないところが、まあ商売として世に、ね、商品として出すときはもちろんクオリティが大切なのは分かるんですけども、自分としてはネームでもいいから先を見たいっていうタイプだったので、当時としては結構珍しい編集だったんじゃないかと思うけどね。あれ立川さんどう見えたんですか、ワン君が登場した時。だから僕らの言葉で言うとさ、昔流行ったことで馬下手みたいなさ、出演者さんとかね、一般的に紙の雑誌ではさ、どっちかっていうと上手い人をみんな探したじゃない。そうですね。もう絵のクオリティがさ、もうものを言うっていうんですか、内容が面白いのが一番っていうのは言ってみれば当たり前なんだけど、なんとなく内容がまあ何が一番面白いのかが、要するに自分で分かんなくなっちゃった人が、あれ編集も含めてですけど、多くなってきて、絵がとりあえずすごいといいんじゃない、押し切れんじゃないっていうふうに、まあ編集もそう思いがちだったんです。いや、すごいその時期長いですよね。だからあれだよね、レイジさんも言われたことあるじゃない。いやいや、すっごい言われましたよ。だからいや、てか怯えてくんですよ、だんだん長くやってくると。その最初はこう、うるせえ絵なんか関係ない俺の漫画面白いって言ってなんとかなってた時代が、だんだんマンネリになってきて、でだんだんこの後、まあ若いやつも現れてどうしようって言ってできる努力が絵の密度を上げるしかなくなってくんですよね。でそこのハッタリを聞かせて、なんとか編集を騙そうという漫画家と、基準が分かんなくなった編集者が、とりあえずその密度で、クオリティは保証できてると言ってしまうっていう、それはあったんじゃないかな。そうだね。特にね、紙の雑誌はその傾向強かったと思うんだけど、そうですよね。ウェブはその頃もさ、わりかし若い新人の作家も含めて、まあこの人はまさにワンさんにハマってたみたいに、面白い漫画いるなっていうので、で絵柄もアマチュアみたいな人みたいな人がいてさ、で昔だから紙の雑誌元気の良かった頃はだから馬下手 OK でやってたわけですよ。そうですね。80年代のスピリッツは体力はそういう意味でね。ああそう。ヤンさんもそうだよ。森重ダイナミックが載ってたからね。でそれがだんだんそう紙の方はそうならなくなってきて、まあ本自体も売れなくなってきたしね。まあウェブの中では結構まあそれを自由に書いてる人たちがいて。でそれはまあアマチュアの人たちが同人誌っぽくやってた場合も多いんでしょうけど、まあそれでなんだよ紙の本に載ってるやつよりこっちのやつら面白いじゃんと思った人がいて、まあ彼もそうでしょうけど、で自分の「裏サンデー」っていうとこで、まあサンデーの裏側ですからね、ゲリラですからゲリラだったんだよ。だからそれやってみたいと思ったんじゃないですかね。まあ当時も僕もまあ新人作家さんの担当するのがやっぱ好きだったので、でそれを逆に上にプレゼンする側じゃないですか。で自分ながらすごい面白い時のネームなんですけど、この人絵だねとか言ってもこれで企画をボスとかになると、まあすごい悔しくて、でも絵なんか描いてるうまくなんだよみたいなとこ僕は正直自分が描けるわけじゃないんですけど思ってたので、そういう側からの裏サンデーってとこもありましたね。やっぱ絵ってやっぱりすごい厳しかったので、まあ僕が多少口が出せる範囲ではもちろん絵はうまいに越したことがないんですけど、なんかまあ表情が描けたり演出がちゃんとしっかりしてる、まず面白ければもうそれでいいだろう、それでいいだろうっていうことで、面白ければいいっていう基準って編集者さんによって違うじゃないですか。だからそのさっきのね、どういう人が向いてるのかっていうことで言うと、やっぱり一番何でも面白がれるやつってことになっちゃうのかなって結局思っちゃうんですけど、何を面白がるのかっていうのはまあ人によってもちろんね、あるからそこが違いになるのかな。熊谷さんに僕がもし新人作家で持って行って「これは全然面白くないよ」って言われた時も諦めるなみたいなことですか？そういう例はあると思いますよ。確かさ読んでください。だそう面白くないと思った観点が、まあさっき出てた絵のことなのかもしれないし、絵がもうそもそもダメだねっていうところで、例えばこの熊谷君が外してる。でも面白いじゃんと思うやつもいるかもしれないし、まあなるべくいろんなやつに見せた方がいいとは思いますよね。原作っていう手もありますしね。逆に言えばそうですね。まあレイさんもね今まさに石川だ。そうですね。そう石川だが急に漫画ワンに。ありがとうございます。あいやこちらこそ。あれはありがとうございます。どういう経緯だったんですか。あれは2巻発売だしみたいな。そうですね。キャンペーンみたいな。だから1巻の1話目から今載っけさせてもらってるんですけど、やっぱり2巻が出る時に、なんかこのタイミングでね読んでくれる人を増やしたいなっていう。でまあ正直な話、月刊スピリッツよりも漫画の方が読んでくれる人全然多いんでいやでもそれは本当に俺も漫画ワンこうダウンロードして、毎日もうチケット使って回復するの待って読んでるんですけど、そのなんて言えばいいのかな、そのあれ、読みやすいっていうのはもうマジでどこでも読めるじゃないですか。だからもうちょっと質問でも来てるんですけど、コンビニで立ち読みしてたりとか、まあで気に入った作品は単行本で買うみたいなのがまだ一般的なスタイルじゃないですか。それをもう根底から覆しちゃって、で無料だからねえ、しかも古い漫画も同時に入ってくるじゃないですか。でも感動したのはやっぱ手塚治虫作品が、これもう前に番組で言ったんですけど、手塚治虫のあの名作中の名作たちが毎日それぞれ違うあれで出て、それをこう今しかも全巻一気じゃなくて小出しにしてくるじゃないですか。あれ誰考えたんですか？まあ編集部でみんなで考えたんですけども、まあ僕としてはやっぱり漫画アプリとかやっぱ歴史がないので、村サンデーはまあサンデーの名前があったからまだ良かったんですけど、サンデーの名前すらった時にやっぱり人はすごい今月に130万人1日に130万人来るんですけど、やっぱり歴史の重みがないんで、じゃあ重みがあるとしたら誰かとなったら神様でお願いしようかなということで。収益はどうしてるんだっていうコメントはありますけど、収益はですね、もちろんまあ普通にやっぱチケット収入っていうか。チケットを消費して読んでくる方もおりますし、あと広告ですね、広告収益ですとか、あとちゃんと紙のコミックスも出してますので、電子書籍も出してますので、そちらの収益がなんとかそれでなんとか回してます。おまけとね、そうですね、ちょい出しみたいなおまけ漫画をちょっと買ってもらったりとか、なんかその古いものを一緒に読ませるっていうのがすごいもう紙だと無理じゃないですか。だってページ数決まってるから。だけどその手塚なんかそのランキングじゃないですか、あれ漫画ワンって。だから1位手塚治虫キリヒトさんかみたいな、その下になんかそのケンガーションみたいなで、もうダロ君とかワン君とかも友達ですけど、もうなんか手塚治虫と戦ってんだって思うとなんかすごい夢のある、なんかだから雑誌ってっていうなんて言えばいいのか、ちょっととっつきにくい部分があったんですよ。俺はそのアナログな方の人間だから。だけどこういうふうにしてどんどん幅を広げていくことができるんだなっていうのは、ちょっとやっぱり俺はもう感動しましたね。海子さんにも言ってやばいっすよっつってね、ランキングにさブラックジャックに並んでシカが並んでとさ、やっぱなんか来るものあるよね。やっぱそうですよ。いやなんかだから作家も今週はそうだね。そう作家も多分やる気も出るし、あとそのやっぱ手塚治虫の漫画の作り方と今のそのデジタルのもう全く小回りも話の持っていき方も全然違くて、それを今の若い子たちが読めるっていうのがこのまあいわゆるその文化のね、なんて言うんでしょう、その熟成というか、あこうやってつないでいくのも全然、古本屋が潰れるとか本屋がどうっていうのも確かに大変なことなんですけど、もうこう進むしかないから、こっち側でどうするかっていうのは。いやこの話ね、なんか似てんなと思ったら、何に似てるんですか？藤井四段の話。棋士の天才、14歳の天才棋士の藤井四段がいるじゃん。また変なこと言ってるなと思ってたかもしれないけど、いや、あの人がなんで強いかって話をこの間 NHK で特集してるの見てたら、AIネイティブっていうか、で彼が生まれたのが14年前だから、そうすると調べると、なんと iPod が誕生した頃なんで、 iPod が誕生した MP3 プレイヤーが出てきちゃったっていうのは、要はアーカイブ時代突入っていうか、要するにリアルタイムで見てた人たちがあの時代を知ってるっていうのではなく、追っかければいくらでも分かっちゃう。そうすると彼が対局で、AI と対局してる時に、対局してる相手は過去20万局の歴史なんだ。そうすると何が起こるかっていうと、最近の流行りはこういうことをやらないと、例えば雁木みたいなことをやらないと、あれはちょっと昔流行ったけどあれじゃ勝てないっつって今やらなくなったよって思ってる棋士があるんだけど、 AI はお構いなしにこれが勝てますってバンってやって、それを採用するっていう強さがあるんだって。そうすると時空を超えてしまうと、いよいよだから漫画が時空を超えて読者に到達していくという。だからそうすると、まあ生まれた時からスマホいじって漫画読んでる連中っていうのは、要するに藤井世代っていうか、だからまあ手塚治虫言ったから、その今ちょっと前だったらなかった雁木なんだけど、治虫すげえみたいな。これのが面白いみたいな、要は、面白いってなんだってことを判断するのが編集者の仕事になってきちゃったっていう、それをだから上げるかどうかっていうね、まさにね、だから一番の読者が編集者ってよく言うじゃん。でそれのソムリエなわけよ、面白ソムリエで。それで今週のワインを選びますよって言った時に、1974年の手塚治虫ですって。ああ、なるほどね。で今年今取れたばかりの仕方ですみたいな感じで並んでいるのが漫画ワン。面白いのを作るっていう仕事プラス、また別のそういうその選んでみんなに届けるっていう。目利き的なものも、そう思うね。そうそうそう、確かに確かに。どうしよう、限定で行く前にエロ問題片付けなきゃいけないんだけど、こっちで盛り上がっちゃった。とりあえずいいっすか、ちょっと狂言規制の話だけちょっとあと12分しかないんで、ちょっとやりたいなと思って。要はこの後しかだって漫画を禁止されてるっていうのがテーマ、紛争の歴史で、そうやって漫画って有害だって言われて、弾圧を受けてきたという歴史があって、その現場に我々いたわけですよね。確かにもう40年ぐらいいるわけですよね。もうそうですよね。だまいい40年、だって俺30年だから、俺31年目なんで、だからもうそれくらいになりますよね。40年は行ってないですか？40年は行ってないよ。でも35年くらい。危ない危ない危ない。でもそれくらいですよね。まあ30年はまあ行ってますね。入社したら何年ですか？77年ぐらいですか？スター・ウォーズの前ですか？いや、80年超えてるんですか？80何年かで2年か3年か82年ぐらいですか？で俺が86年デビューなんですよ。だからまあじゃあ大体同じくらい。そうなんだ。そうなんだよ。だからちょい兄貴みたいな感じなんで、俺にとっては。そう。だから年齢的な開きより、あなたの方が要するに社会に対するデビュー早いから。そうなんですよ。だからそう実は漫画に入ってからはそんなには多分違わないと思うよ。その割には偉そうに喋ってたね俺。いやいやとんでもないです。何言ってるんですか。10個ぐらい漫画キャリアしたみたいな感じ。なんか日頃接してるような感じが。いや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 。いやでも漫画だとはちょっと思ってましたけど。だからそうすると80年代から91年のまああったじゃないですか、友人事件が。だからやりましたね。あとクロニクルやるんだけど、89年に宮崎勤事件。幼女誘拐かな、その事件があって、であれのまあ犯人にされたのがエロ漫画がその一部になった、エロアニメと一緒に。ああいうものがああいう猟奇殺人を生んだんだっていう、ものすごく単純化されたイメージをバーンってぶつけられたのが80年代のもう終わりにあった。でさあやっつけろってなった時に「ヤングサンデー」で友人って人が漫画を始めまして、エンジェルという漫画で、まあね、みんなが大好きな足立みつるのような絵で、足立みつるが絶対やらないことをやると友人さん、友人さんってもともとあれなんだよ、大友さんそっくりの絵描いてましたよね。大友克洋、大友克洋のそっくりの絵で、で人情話をモーニングで描いてた人。友人マジ？そう、遊ぶ人で友人さん。そうで、それが何でもやるぞっていうモードに途中で入るわけ。ユージさんって、でそっからヤングサンデーが始まる。ヤングサンデーがそのスタートしてすぐに、まあユージさんと龍馬と冬物語ですよね、あの頃の柱だったので、そうね、ちょっと始まるぐらいちょっとごっちゃなったけど、まあそうだよね。でもその3つは看板漫画だったけど、そうですよね、少年ビッグからずっと大井龍馬が続いてて、で冬物語がそのまま続いてて、それが日本柱だった。でそれで「ヤングサンデー」始まって隔週で、で91年に友人さんが「エンジェル」っていうのがあって、これは有害図書で、これ時はなかなか大騒ぎでしたよね。国会で盛り上がってたり、そうですね、まあ別にだから「エンジェル」だけじゃなかったですけど、講談社の漫画も何さんだっけな、ルナ先生ですか、集英社もあって。ヤンジャンとか地形で、あ、そうですね、青年少年問わず結構やられましたよね、あの時ね。宮崎か、宮崎駿か、駿じゃねえよ、まるで違うじゃない。これは危ない。70年代はだからハレンジ学園とか手塚先生のアプロ歌とかいうのがあったりとか、76年にガキデカみたいなのがあって、まあそれ時々でこれはいかんみたいなのがあったんだけど、89年の宮崎勉が結構一番引き金になってて、でその時に僕和歌山のね、田辺市ってところのね、知ってますか、そこのある主婦がね、出版物の行き過ぎを規制するように当局にこう強く言ったっていう話が、どうもそれが始まりになったらしくて、紀州新報ってとこからそれに投稿されたらしい。さすが星王国和歌山、星王国和歌山から始まった流れが、主婦が青年向けコミックを子供から守ろうという動きがあって、当時の北斗の拳やドラゴンボールまでやりたくなっていう流れがあって、俺も親に北斗の拳見せられなかったです。暴力がひどいからあんなの見るなみたいな。あれ現場の編集者はどういうふうに思ってたんですか、例えば矢野さんの時とかは。ヤンさん、まあやっぱり分かりやすいエロで突出してた本については結構みんな引っ込めだよね。なんか編集者がそう思ってたかどうか知らないけど、編集部的に持たなくて、それで、まあだから北斗の拳とかさ、やめるわけにいかないじゃない。そうですよね。だからまあやめるわけにいかないよ。あの当時の北斗の拳はやめるわけにいかないやつ。こっちのエッチ漫画はまあもうしょうがないな、エッチがないな、やめるかみたいな。名前ちょっと名前出しちゃったりして、講談社の中西先生なんかも、中西康弘さんかな、確か連載を入れ替えみたいになってたかな。あ、そうですだったと思うけど、ヤンさんはなんか知らないけど結構戦ってたよね。戦ってましたね。それでわりかしなんか辞表に握りしめてみたいな感じで聞きました、その話やってたよね。でライターで彼何君だっけな、まあ今でもジャーナリストやってますけど、なんかも結構論陣張ってたりもしてたし、なんかやってたんだよね。ただこれ正直な話でさ、俺その時スピリッツいたんですけど、矢さんにももちろんいて、その後移動先はスピリッツだったんですけど、エンジェルでさ、辞表に締めて戦うかっつってさ、それはねちょっとあったんだよね。それは当時の編集部で熊田さんだったかな、まあ編集長だったか復縁だったかの先輩にその話したことあったけどね。いや作家にとりあえずインド渡して「今ちょっとやりそうした方がいいからさ」っつって切り替えたりしないで安易に「何が悪いんでしょうか」みたいな感じで、雑誌の中でも特集とかやってたでしょ、有害コミックありましたね。で青臭いっちゃ青臭いけど、そういう真面目なことをさ取り上げてやってたのがさ、ヤンさんらしくていいなと思ったけど、その対象が友人かっていうのは俺たちが守ってんのユージンか。いや俺別にユージさんがどうだっていつもないんだけど、アポロの歌だったら守りたかったみたいな。いやユージさんは担当は直でしなかったけど、俺矢野さんに行ってスピーチ移る前も話は何度かさせてもらってるから。でまあ、商売人だしね、すごくね、そうですね、あの人なんかむしろあんまり晒し者にされたくない方だから、さっさと切り替えてもらったらいいって思ったんじゃないかなとそれ思うんだけど、戦ったりすると目立つじゃん余計っていう気もまあなんかしてたんで、どうなのかなってのはね。この話は確かロックダさんとしたかな。ロックダさんも両方で返してたから、ちょっと戦う守る対象かみたいな。何回言うんですか。いやもちろんだから弾き出したりはしないし、そんなつもりは全然ないんだけど、ただそんなにねそれを錦の宮田にするようなことなのかなっていうのはちょっと。あれハレンチ学園どう思いました。ハレンチ学園はものすごい面白かったですけど、俺も。子供時代ですけど、こんなんありかっていうぐらいに、いやくだらなさで言ったらね、それはもう永井さんの方がはるかにもうくだらないと思うんだけど、何が違うんだろうね。まあでも永井さんは明らかに PTA だったりとか戦う気で戦ってましたよね。これはだから我々の世代よりもっと上の手塚先生もその頃は結構。PTA に叩かれてた頃だと思いますけど、何年ってちょっと言えないのがね、ちょっと物忘れがひどくなった50代後半のさ男が、そいつの話はいいっすよ。有害、俺たちで言うと有害コミックだけど、それより前にあったんだよね、やっぱりね。手塚先生とか全部やり玉にあげられたような、アトムすらそうリボンの騎士とかね。であれに対するアンチですから、時代的なおそらくどうだっていう感じのさ、もちろんだからあれ自体もやられたんでしょうけど、でもやっぱちょっと違うかなっていうの、なんでと言われてもね、パッとディテールが出てこないところはもうダメだね。例えばさ、あれの中にこういうシーンがあるんだけど、これってやっぱりバックにあるんだよね、やっぱりアンチテーゼがさとかさ、思想がとかって言えるとかっこいいんですけど、それがね、その当時のそういう表現性のラインは誰が決めてたって、やっぱ世の中の世論が決めてたみたいな感じなんですか。そうだね。だからでも有害の時は言ってたよね、若い者の主婦たちから始まったっていうのも確かにあるので、アプリになってくると、今アプリやってるんですけど、表現基準どこかっていうところがもうはっきりしててですね、それはもうリンゴの会社さんとかグーグルさんが決める、そこのガイドラインが OK があったところで、今結構そういう形になってきてますよね。だからなんかもうバンされ、もう一方的にバンされちゃうと終わったんですよ。そうだね。そうか、アプリをあれしてるのがもちろんそうですね、グーグルさんとアップルさんなので。そういうことか。漫画自体はないですけど。僕多分裏サンデーやった時にクラブサンデーとかやってたんですけど、それの PV みたいなものをちょっとコマをつなげて作るじゃないですか。で YouTube に上げるじゃないですか。警告受けたことはあります。勝手に使ってんじゃないかな。勝手にじゃなくてその表現でってこと。あ、そうなんだ。乳首は出してないでしょ。出してないですよ。乳首出してなくてもダメだから。だから。まあ、児童ポルノところじゃないんですけども、要するにこの、性的な描写として、っていうのでこれはっていうのが来たりします。どんどん世界基準というか世界大基準になってってるな。確かにそれは雑誌よりもウェブの方がより厳しいかもしれない。すごいわかりやすくある議論で奥が子供に見せるなんて話なんだよ。だから少年なんとかってつくのにエロを持ってくるなっていうのと、あとはよく言ってるのは女性を物として扱ってるっていう表現はどうなんだっていうので、もその反対側にまあ少女なんとかの中に BL 的なものもあるだろうというのもあってっていう話で、この辺が非常に曖昧になってるっていうのと、あと子供の選択肢を奪うなっていう議論があるわけだよね。だから要するにそれは子供をバカにしてんじゃないかと。社会はいろいろなものがあって、清濁混合ある、それをチョイスしていくのがまあその人生なわけで、子供っていうのはその最も安全なところ、漫画ぐらいからこれはいいものこれは悪いものって自分で判断するっていうものを判断させないと。だから一方的な宗教の押し付けなんじゃないかということがまず大事大きなテーマの一つになっていると。でこれが相も変わらず寄せで返す波のようにまた何度もその話をするんだよねこの話を。で島本先生も書いてるのバーンと、まあ、その子供が選ぶことだという江川さんも言ってるしね、うん、だからそのことのなんていうのかなそういうこと宗教一方的な宗教の押し付けっていうのが、うん、戦争で一回あった。だから国のために死ねっていう宗教があってそれに対してそれはまずいと、うん、自由に考えなきゃいけない個人主義がだから団塊世代はそこで戦ってる、うん、で団塊世代が戦ってたそのテーマを引き受けてハレンチ学園が書くわけ、うん、だからハレンチ学園はエロの闘争であれ実を言うと、その妊活ロマンポルノの戦いなんだよ若松浩二なんだよあれだからエロとバイオレンスで表現してたものは我々の精神の自由で。あるっていう闘争を少年ジャンプでやってたんだよ。だからあの時代の混沌は少年誌の中でそれが起こったってところが面白かった、うん、だけどそもそも漫画っていうのは破壊活動じゃないかって話もあるんだよね。ほう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 規制が硬直していくいろんなもの規制がかかってだんだん身動きが取れなくなっていくものを、うん、例えば子供がデカになって下半身を露出したまんま死刑っていうわけだよで今になると面白いのってなっちゃうけどあの頃は破壊力あったんだよあれによって自由になれる子供がいたんだよだからけしからんっていう大人がいてっていうバランスがある。ただ問題はさっき立川さんが言ってたのはユージのエンジェルを守るためにやるかっていうつまりガキデカやアポロの歌やハレンチ学園を守るためだったら体張るよ編集者はっていう気持ちはあるんで、うん、そうなると売れるためにやったエロっていうのは自由のためではなくマーケティングのためではないかとああなるほどそうここに大きなすり替えがあったんじゃないかっていうのが、うん、頭いいね頭いいっすねそういうことかやったそれがさっきの立川さんの違和感ってやつですね。そう、褒められた。ありがとう。ただまあこれそこでいやそうなんだなと全く俺もそう思いますけど、ただこれさニコニコでこの番組もなんか1万とか2万とか見られてるっていう話を聞いてるから言うわけじゃないんだけどさ。ユージンさんが、はい、売れるためにそれ書いてくれたこと自体は、うん、いや我々は否定できないんですよ、うん、そのために引っ張ってきてああいうネタを書いてくれって言ったわけだから、はいうん、でその彼を一人だけ晒し者にして「うんいやもう変な下品な漫画書かしちゃってすいません」っつって。うんさっと撤退しなかった当時の矢野さんの編集部は、うん、まあこの番組の看板になってましたけど、うん、やっぱ素晴らしいと思うね。あの時は俺も若いし、うんいやちょっとあれかばうのみたいなさあったけど分かりますよだから本当の漫画好きは質の問題なんだよ。魂の解放として戦って漫画家がやったんだったら編集者として一緒に戦ってやろうと思ったんだけど恨んだためにやる。でも俺たちも言ってたそれをで俺たちも売れないと食えないって要するにポピュリズムの話なのよ。ポピュリズムっていうものをボンとやるとお金も儲かるし権力も手に入る。そうするとトランプみたいなことになりますみたいな話なの、うん、そうするとそもそもの理想から離れたものになるから戦いづらいんだよこれ。うん、そこは本当に問題ですよね。なんか一つははっきりしてるのがでも残念ながらポピュリズムがあったからジャンプ売れたんだよ。そうでジャンプ下品で非常にひどいものもいっぱいある、うん、でだけどみんなが面白いと言ったものにはものすごくいいものもあったんだよ、はい、だから市場が拡大していくわけだよ、はい、そうすると漫画ってすげえ面白いっていう中にガロとかもいる場所が生まれてくるわけよ。非常にマニアックなものまで OK になるっていう市場が拡大する、うん、これはポピュリズムが生んだ多様性でもあるっていう、うん、なかなかここが難しいところでじゃあっつって淘汰が行われて市場が縮小していくとっていうこととってなっていくと変なものが生まれづらくない。なんかね豊かいろんな売れりゃいいじゃねえかってわーってやってた中にあの当時のスピリッツありましたよね。だからスピリッツもものすごく売れたから吉田選手が入れたっていう地味編みたいなものが入れたのもそうですよね。まあそうですかね。いやまあ難しいよね。ああいうもの自体がすごく当たってたってこともあったんで、うん、あれでも美味しんぼとメゾンがなかったら、あそこまでの自由はちょっと獲得できなかった、まあそうだね、雑誌の中のバランスみたいなことあるから ねそうです。チャンピオンみたいなもんでしょ。チャンピオンもそうだよ。だからバキと、まあ今で言うと浦安と、まあお前チャンピオン信者じゃなかったのかよ。だからお前今飯田橋を代表として言ったんだから、その2つの2枚看板があるから、まあほらビースターズかとか、もうめちゃくちゃ面白いんですよ。レイさん今度読ませますよ。分かんないけど、覚悟のすすめみたいなのが出てくる場所があるわけだ。あ、そう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 。チャンピオンってね。いやでもその土台にはだからチャンピオンは自由を求めたんだよ。壁村さんがいたんだよ。だからチャンピオンがやろうとしてたことっていうのが非常にラディカルだったっていうのがあって、その場所で今の人が遊べるっていうのはある。だけどどうするっていうね。だからそういう状況の中でけしからんっていうまた議論が起こってきて、このことちょっとどうかなと思うのが、散々語られるやつで、抑止力の問題があるじゃないですか。だからその漫画でエロをなくすと逆に危険ですよと、漫画のエロで救われてる部分もあるんじゃないかっていう議論があるでしょ。まあその通り溜まっちゃうみたいな感じ。そうそう。これで漫画で発散してんだから、現実にはそんなに日本のだから性犯罪なんて海外から比べたらね、そんなに高くないんだよね、実際のところね。でも漫画はこんなにたくさんエッチなものがいっぱいあります。なんか前この番組でそのエロコンテンツの歴史みたいなのをやったことがあるんですよ。でその時にもいろんなことやってるんだね。いろんなことやってますね。思ったんですけど、やっぱり漫画雑誌にエロがあるっていうことがもしない世界だったら、その全部規制されてね、そしたらもう何の彩りもなくなっちゃうんじゃないかなと思って。なんかその別にそれを単行本で買ってまで欲しくはない部分ってやっぱちょっとあって、集めたいっていうことではないんだけど、それが同じ雑誌にあって、なんかそれってすごく豊かなことだなって思うんですよね。でその友人さん、あれですよね、桜通信の人です。そうだよね。その後桜通信、俺とか清水ちゃんとかもうだいぶお世話になってますから。いやだから子供のそういうのって分かるんですけど、大人のそういう大人っていうか、まあ高校生とか中学生のそういうものの何かを解放してはくれますよ。リビドーだけではなくてね、なんかその夢があるし、そういう漫画をね、ファンタジーという遊び場だと思えば、その中にエロが含まれるでしょ。っていうかないとやっぱり透明人間になって女に行きたいんでしょ、男は。それを漫画っていうのは一番得意だったんだよ、それを書くのが。そうね、確かに。藤子不二雄先生の話すると、だから藤本さんの方、藤子 F 不二雄F 先生の方で言うと、あの人は非常に倫理的な人ですよね。でちゃんとした大人ですよね。だけど非常にエロが多い漫画家ですよね、あの人って。エスパーマミとか、もちろんドラえもんもそうだけど、あの人ものすごいエロチックな漫画家なんだよね。でもなんかそこのバランスって非常にそのなんていうの、大人として正しかった。あの人からエロ抜いたらいびつだったんじゃないかって気がする。それこそ教科書的になりすぎてる。そうですね。僕ドラえもんはやっぱちょうど世代っていうかね、ちっちゃい頃から読んでるんであれですけど、多分そこでのび太が何にも思わないようだとすると、多分なんだろう、共感できないね。本当のことを書いてないって思うでしょうね。子供分かってそういう気持ちがあるってことは分かっているんだけど、それはないことにされちゃうと、やっぱりそれはなんかそれはそれで歪むんじゃないかなって気がしますね。そう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 。ただ一方でその女性からの意見としては、もうあまりにもその女っていうものがそういう対象としてされすぎてて、おもちゃのように都合よく描かれてるっていうところに批判もあるわけじゃないですか。この前のその揺らぎそうの問題ですけど、その辺については。そうね、まあそういうのをテーマにしてさ、漫画描いてる人もいるぐらいだし、うちのかみさんなんかも結構それで開催したけど、そう結構伊沢さんギリギリのとこ攻めたりしてね。そうだけど、どうなのかな。だからさっきそう桜通信の名前が出てきて思い出したけどさ、桜通信って俺がやったんだよ。忘れないでくださいよ。めっちゃ痛い。そう、それでユージさんのこと、そうあの問題が。制限があるからね。有害問題でやっぱり編集部がみんな辞表で握りしめるようなとこがあって、で当時の部長だった部長、当時の部長って今から思えば貫禄があったな、そろそろ締めてって大丈夫。はいはいはい。俺の役職の立場の人が「お前らの授業ちょっと俺によこせ」っつって「預かる」っつってやって届いたんだけど、少し頭を冷ませって話になってさ、で移動もちょっとあって、その移動の時に俺行ったんだよ、あっちに、あのヤンさんに。確かにそれでまあやっぱり演者は辞めざるを得なくなって、でも「いやユージンさん売れるから使いましょうよ」っつって。そう結構空いてましたけどね、ちょっと空いてから。そう実はね、実を言うと俺一回ヤングサンデーに行った時にね、ヤンさん一回デビューの時にヤンさん書いてるんだけど、一回モーニング行っちゃってんのでパッとしないんで謝ろうと思ってヤンさんに戻ってくるの。俺ビーバージンっていう原稿持って、そうまあ大ヒット作ですね。その時に実は友人問題で大騒ぎに、そんな時だったんですか。で友人がいなくなるっつって思いっきり穴開いてるっつって、しかも新年1号誰やんだみたいな「俺やります」ユウやっちゃいなよって言って、だから91年の新年1号にビーバージン乗っかるわけ。そうか、そうだからね、ユージンさんのおかげじゃないですか。ユージンさんのありがとうございます。でもそこでも戦ってたんだから、ユージンさんの流れでユージンさんのお客様いるから、パンチラもうシャワーシーンも書かねえわけにいかねえだろって言って全力でやるわけ俺は。そうだからビーバージン序盤はすげえエロなんだよね。それはだからまあしょうがないよね、そういう流れの中で。だからその桜通信はだからそれやるときにやっぱその女性の扱い方であるとか、まあその辺はちょっと、意識しましょうかみたいなことで、まあやってましたね、だからね。ああ、そこは割とデリケートなんです。そうだからまあちょっと原作か原案に近いようなものをちょっとまあ使わなかったですけど用意してったりですね。だからちょっとコントロールさせてもらって、コントロールしてってのはちょっとね、彼も大ベテランですから失礼なんで、させてもらって、で彼もこれ以上有害で叩かれたくないわけだから、同じように山本直樹さんという人がいますけど、この人はもう戦うからね。そう、やつはもうね、そういう男だから。だから学生運動から来てるからね。そう運動はしてないけど、マインドはそうですよね。マインド的にはそういう人だから。だからレッドを書くわけよ。闘争なんだよ、エロと暴力と。それは自由の戦いなんだよ。そんなわけで後半に限定の方に行きますので、だからそのポイントの話なんですけど、なぜそういうことになるかっていうこと、俺は一人の男がキーワードだと思うんだよ。一人の男、はい、江戸川乱歩です。言っちゃうんだ、はい。江戸川乱歩とピクサーを比較、江戸川乱歩とピクサーを比較することによって見えてくる日本文化っていうものの異常性、もしくは独自性、良さ、特徴みたいなもの、そして日本人の男性のメンタリティみたいなもの、っていうものが漫画の中にいかに入っているか、そしてそれにいかに価値があるのかっていう話を、まあ、後半ちょっとやりましょう。あと質問もたくさん来てますし、もっとちょっとゆっくり徹底的に後半ちょっと話を来てもらってるんで、今日はやっぱあれだね、キャリアが。もう違いすぎてやっぱり恐縮してる。恐縮。いやいや。子供の頃の読んでた漫画の話ですからね、本当に。あ、そうなんですか、石橋さん。桜通信とか高校の時隠し持ってた感じです。ええ、私一緒。一緒。ヤンさんはね。ということでお世話になった方々みんな集合していただいてるんで、ぜひぜひ後半お楽しみにして。そして告知させてください。来週は7月19日水曜日8時から。特集ツインピークス&デビッド・リンチですね。やりましょう。ちょっとこのスタジオが赤く染まるかもしれない、レイさんが眼帯つけるかもしれない、小さくなってゆっくり踊るかもしれない。小さくなるの、小さくなる意味がちょっと分かんないけど、小さくなってゆっくり踊ります。そしてその次が7月25日なんですけど、クゼのスピンオフがあります。こちらもちょっとまた楽しみにしててください。そして7月26日はついに、ヤンさん主題歌のアニメが決定しますので、そのアニメの締め切りは24日ですね。よろしくお願いしますね。もうあの方からすごい楽しみ、はい、あの方からすごいこと、あの方からあの方もあの方も頑張ってらっしゃる、あの方もあの方もなんですけど、漫画ワンの編集長の前では言えないけれども、頑張ってます。よくその連載の合間に。言ってんじゃん。まあいいや。いやコメントでバレてる。ということで、よろしくお願いします。そして8月なんですけども、なんと我々ヤングサンデーついに大阪に行きます。大阪で公開収録の予定です。8月10日になっております。大阪ロフトプラスワンウエストということで、まあユーマ水族館もそうなんですけども、海の生物だをもう徹底的に語り尽くして、何しろビーバー人ですから。なるほど。私はドルフィンブレインです。ドルフィンブレインですから。サンデーではドルフィンブレインでだったんで、ゲストはなんと京都水族館の館長下村さんが、我らが下村館長がもうシン・ゴジラの話から全部語り尽くしていただくという夜が待っておりますので、ロストこちら詳細分かりましたらまた、おそらく来週までにはね、チケットを関西も盛り上がって発売させていただきますので、よろしくお願いします。みんなコメントありがとうね。以上です。そして鹿田、よろしくお願いします。では後半に行きます。ありがとうございます。